「琴の葉ブック」野波朝作「いつか日の当たる場所で」朗読「大森ゆき 同じ釜の飯。1。おとといから食べ続けていて、まだなくならない肉じゃがを温め直していたら、玄関の方で、リン、リンとかすかな音がした。おそらく、何十年も前から玄関ドアに取り付けたままなのに違いない、古い新中製のベルの音だ。このベルは、ちょっとの振動にも敏感に反応して、ささやかな音を立てる。 でも、揺れてるわけじゃない。少しの間、台所の天井から下がっている古い白熱灯を見上げて、地震ではないことを確かめてから、子守や箱は廊下に顔を出した。再び、リン、リンと音がする。廊下の先の玄関脇にはめ込まれた細長いすりガラスを通して、黒っぽい人影が見えた。どちら、 様。返答がない。不安とも苛立ちともつかない嫌な気分がこみ上げてきそうになった。ガスの火を止めてそろそろと伺う,うように廊下に出てみた。古いドアノブがカタッカタッと音を立てている。どなたすりガラスの向こうで動いていた人影が止まった。あら、いるのかしらねという声がする。 思わず小さく下打ちをしながら、箱は玄関の鍵とドアチェーンを外した。夕闇を背負って、少し立て付けの悪い木製ドアの隙間から顔を覗かせたのは、小柄な白髪の老女だ。電気がついてるから来てみたんだけど、鍵がかかってるもんだから、てっきりいないのかと思っちゃった。はす向かいの大石のおばあちゃんだった。用がある時にはチャイムを鳴らしてくださいと、 口を酸っぱくして言っているのに、まるで効き目がない。習慣なんです、鍵をかけるのが。密かにため息をつきながら、箱は自分の肩先ほども背丈のない老婆を眺めた。どう見ても、七十をだいぶ過ぎていると思われる人を相手に、文句を言っても仕方がない。ああ、そうだったそうだった、と、大石のおばあちゃんは、にっこり笑ってうなずく。 この辺も最近は物騒になったからね。うちのお父さんもそう言ってるの。それに、若い女の子の一人暮らしと来てるんだもの。それくらいして当然だわよ。ですから、用がある時は、ここの、このチャイム、鳴らしてくださいね。それでね、おとうなすを煮たから、ちょっと持ってきてみたんだけど。小柄な老婆は、ラップのかかった小鉢を差し出し、 薄味だけどね、と笑う。ちりめんのような細かなシワが目尻から頬にかけて柔らかく流れるように寄った何せうちのお父さんが血圧が高いでしょお医者さんにも注意されてるから塩分は極力控えめにしてるんでねいつもすみませんあの容器をいいのいいの今度ついでの時でねそれよりはこちゃん 大石のおばあちゃんは、ドアの隙間からわずかにうちの中を覗き込むような格好をして、目をしょぼしょぼとさせた。何度も言うようだけどさ、あんた何か不便なこととかないのああ、いえ、ほんと一人で暮らしててわからないこととか困ったこととか、遠慮してるんじゃないの大丈夫です。人様のうちのことをこんな風に言ったらなんだけどね。 でも何十年もすぐそばで暮らしてれば自然とわかっちゃうってこともあるじゃないいろいろと。下から覗き込むような姿勢で顔を見られると、つい後ずさりしそうになる。箱はドアノブに手をかけたまま、はあ、と曖昧にうなずくより仕方がなかった。うちも同じだけど、ここもね、何せ古い家でしょ 外国暮らしの長かった人には、さぞかし不便なんじゃなかろうかって話してたのよ。話してたって、うちのお父さんとか、この辺の人たちと。今、玄関前の路地はひっそりと静まり返っている。だが、例えば箱が仕事に出ている日中には、軒を連ねている家々から人が顔を出して、あちこちで立ち話をしているのに違いなかった。昔からそうだ。 学校が休みになるたびに、ハコがよくこの町を訪ねていた、幼い頃から。その上、ほら、ここはしばらく空き家だったっていうこともあるからね。家っていうのは、人が住んでこそっていうでしょ住む人がいないとね、本当に痛みが早いから。それから大石のおばあちゃんは、皮膚がたるみ、血管の浮き出た手を突き出し、伏し暮れだった指をいちいち折り曲げながら、 この家に関する心配要因を数え上げた。二階の座敷、床の間近くの雨漏り電気容量が小さいことと、ブレーカーが古くなっていることから来る漏電の心配。洗濯場の水道の蛇口の緩み。茶の間の戸と勝手口。二階の四畳半の雨戸の建て付け。あの、私が帰ってくる前に、一通りは直してあるはずなんで。 えーっと、それから、裏口近くの雨どいが外れかかっていることと、台所の窓の鍵穴の緩み、一度、シロアリが出た後の柱の処理のこと、浴室のタイルにひびが入っていることまで。気がつきませんでしたけど、シロアリの跡とか、お風呂場のタイルなんか。呆れるのを通り越して、背筋さえ寒くなるようだった。 何だって、そんなに細かく他人の家のことを知り、また記憶しているのだろうか。箱は、まるで普段の生活まで覗き見されているような気味の悪さを覚えた。だが老婆は、当たり前だと言わんばかりの涼しい表情で、細かくうなずくばかりだ。まあ、人も家もね、古くなればあちこち出てくるもんだから、どこも似たり寄ったり、それだって、 ちょこちょこ手を入れてれば、まだまだ大丈夫。だからね、例えば職人さんの手配のこととか、わかんないことがあったら、遠慮なんかしないで行ってちょうだいっていうの。ハコは、できるだけ愛想のいい笑みを浮かべて頭を下げた。カボチャも、いただきます。いつもすみません。じゃあ。そのままドアノブを引こうとしたのだが、大石のおばあちゃんは、 本当にねえ、などと言いながら、乾いた頬をさするようにしている。ハコちゃんも、どうせならもう少し早く戻って来られればよかったのに。そうすればあんた、短い間でも大好きなおばあちゃんと一緒に暮らせたかもしれないんだわよ。そうですね。それどころか、みつこさんだって、もっと長く生きられたかもしれない。孫と一緒に暮らせるとなったら、寿命だって伸びたでしょうよ。 まあ、今更ねそんなこと言ったってしょうがないんだけど。微笑みだけは絶やさないまま、箱は小柄な老婆の肩越しに、すっかり暮れた路地を眺めていた。どこからか、魚を焼く匂いが漂ってくる。コオロギの声が聞こえた。街灯から少し外れた薄闇の中を、ちょいちょいと白っぽい猫が横切っていく。 それでもまあね自分が長年暮らしてた家をこうして孫が守ってくれてると思えば三つ子さんだって本望だろうけどどう受け答えすればいいものかと考えていた時不意に「おい」という声が響いた途端に大石のおばあちゃんはくるりと振り返り「あら」とつぶやく闇の向こうから箱にも見覚えのある老人がガニ股で歩いてくる姿が見えた 何やってんだよ、自分時に。はいはい、すぐ戻りますよ。すぐすぐって、お前にとってのすぐっていうのは何時間のことなんだ。路地を斜めに突きってくる老人の声が、ますます鼓膜を刺激する。ほぼ毎日、この怒鳴り声が聞こえてこない日はなかった。ハコ自身は、未だに言葉を交わしたこともないのだが、とにかく短気で気難しい老人であることだけは確かな様子の、 大石老人だ電話だってかかってきてんだよ電話どこから知るかばあさんはどっかで油売っとると言ったら切れた何よもう名前くらい聞いといてくれたってお前が23分なんて言って出てくのが悪いんだろうがああはいはい早く飯にしろ分かってますってピーチクパーチク役にも立たん無駄話ばっかりしやがって 大石のおばあちゃんが「わかりましたから」と野良猫でも追い払うような仕草をすると老人は途中で足を止めそれでも「早く」と怒鳴っている老婆はこちらを見て「本当にね」と小さく肩をすくめたあんなに怒鳴ってばっかりいるから血圧が上がるのに誰のせいで怒らなきゃならんと思っとるんだわかりましたってまったく人んちの心配する前に てめえの亭主の心配をしろってんだよ。最後に、箱に向かって顔をくしゃりとさせて、そそくさと立ち去る大石のおばあちゃんの後ろ姿は、ひどく小さかった。まったく、お調子もんが、という声が、闇の中からまだ聞こえていた。箱は、彼らの後ろ姿を少しだけ見送ってから、できるだけ静かに玄関のドアを閉めた。台所に戻る間にも、 また大きなため息が出る。長話の相手は疲れる。第一、嫌いなのだ、カボチャなんか。その上、一昨日から食べ続けている肉じゃがだって、本当は作ってみてから後悔した。嫌でも思い出すことがあるからだ。それでも捨ててしまうのはもったいないから、何としてでも片付けなければならないと、自分に言い聞かせていたところなのに。こんな、似たような食感。